みほとけチャンネル。今回鎌倉の観光地として絶景やアジサイとかで有名な鎌倉長谷寺をご紹介します。私地元鎌倉でミス鎌倉っていうのもあって、いろんなテレビの取材でお世話になりました。そんなご縁あって鎌倉長谷寺さんと豪華コラボ始まります。こんにちは、みほとけです。ナム、今日は鎌倉の長谷寺に来ました。そして早速こちらにいらっしゃるゲストをご紹介します。観音様のおかげでございます。三坂志功と申します。三坂志功さん、よろしくお願いします。始まりましたね。はい、ここからですね、長谷寺さんとコラボ動画を3本立てでお届けしたいと思います。で、今日は1日三坂さんに境内をご案内いただくという長谷寺、ここでたっぷり見れば長谷寺の観光は100倍楽しくなること間違いなしという。そうですね、まあ、すっかりね、この20分をしっかり頭の中に記憶してもらえれば、はい、全世界の皆さん全て長谷寺のことが一発でわかると、そういうことですね。こんな動画に、はい、ということで、まずですね、ではこのお寺様の説明、演技を教えていただきたいです。観音様がいらっしゃるこの長谷寺は、はい、ちょうど1300年前に、はい、まあ、できたと言われています。はい、確固たる、書面があったり記録があったり、そういうわけではないですけど、うん、あくまでも言い伝えですが、1300年前に観音様が大和の長谷寺で、はい、うん、1本の御霊木から2体の観音様を作って、大きな木だったんですよね。そうです、そうです。ね。はい、大和のあちらにもね、同じような観音様がね、いらっしゃいますが、その観音様2体作って、はい、で、琵琶湖のほとりで作って、大阪まで持ってって、あそこから海にドボンと落として、はい、で、流れ着いたところの人々を救うために、ということで作られた。なるほど。この観音様がたどり着いた場所で人々を救ってください。ザバーン。で、どんぶらこ。そうです、そうです。で、流れ着いたのが三浦半島に流れ着いたというのが言い伝えで、はい、で、三浦半島からその当時、やっぱり栄えていたのは鎌倉だったわけですね。三浦半島からこちらの鎌倉に持ってきて、で、その当時の多分小さかったお寺だったと思うんだよな、はい、その当時の長谷寺はね。はい、ただ鎌倉の中ではね、いい場所にもあるし、はい、それなりのお寺だったと思います。なのでこの長谷寺に持ってこようということで、うん、こちらに観音様がいらっしゃった。それが長谷寺創建の、ま、始まり、ま、観音様がいらっしゃる前にね、お寺は多分形としてはあったと思いますけど、観音様がいらっしゃったことでもう一段、はいはい、長谷観音としてね、はい、親しまれるのがおよそ1300年前のお話でございますかね。それから脈々と長谷観音様人気は、まあ、庶民の我々だったりとか武士の皆さんだったりとかに愛されてここまで来た。そうですね、源頼朝さんも長谷観音に対してのね、信仰は相当あったと思います。源頼朝が自身の健康をね、はい、願った阿弥陀様もね、実は奉納されているんで、長谷観音に対しての当時の鎌倉幕府の思い出というかね、はいはい、それはだいぶあったと思いますね。なるほど。あと三浦半島に流れ着いたおかげで、三浦半島から鎌倉までのルートの信者さんがすごく多いんですよ。へー、あ、じゃあそれ運ぶ最中に、あれなんだあの観音様はって話題になって、そうです、そうです、みんな手伝おう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 という、こう私本当に冗談のように言ってますけどね、結構ね、あの本当の当時は話かなと思いますよ。それは知らなかったです。これはやっぱり史実の、うん、まあ、裏打ちなのかなとも思いますね。うん、確かに、はい、伝説では終わらない本当の、そうですね、はいはい、事実もあるということで、はいはいはい、そんなじゃあ人気の観音様が人気を呼んだ末にこのように大きくなって、今年間どれぐらいですか。日本の人口が今1億2000万人ぐらい、はい、1億2000万人一応だいぶ前の記録だ。長谷寺さんも1億2000万人、はい、年間、本当ですか？絶対嘘じゃないですか。大仏様、長谷観音、北鎌倉の鎌倉五山、そして中心は八幡様。八幡様。それで鎌倉は今年間100万人以上来てるでしょう。おー、すごい来てると思います。ね。はい。で、まあ、その、まあ、ほとんどの方は、長谷寺によるのかな、そういう感じでしょうね。鉄板のルートですよね。はい、はい。じゃあちょっと今日はその中を、はい、いよいよ、はい、よろしくお願いします。はい、では行きましょうか。行きましょう。フレームアウト。はい、それでは境内入ってまいりました、はい、まずこのお庭ビューですよね。いきなり綺麗な。みほとけさんは、はい、極楽浄土に行かれたことありますか。
はまだないです。まだないです。まだないです。まだないの？まだないですよ。帰ってきたわけじゃない。帰ってないです。あ、そう。何ですかその質問。極楽浄土のイメージした庭園作りなんですよ。はい、だからご存知かなと思って。ね、いや本当にあのいつ来ましても。ハスが咲いてたり桜が咲いてたり、まあ、モミジがね紅葉になったらあったり、あとはもうなんていうんですか、もう名前がちょっと詳しくないので綺麗な花がいっぱいそうですね、花のお寺としてね、はい、長谷倉はね、はい、親しまれてるわけですけど、はい、ハローグッドモーニング。本当外国の、ね、方もたくさんいらっしゃいますよね。そうですね、インバウンドの、ね、方が、ね、増えて、はい、めちゃめちゃだから外国の方にも分かりやすい庭園作りっていうのをね、はい、やっぱりしていて、はい、例えばここにある池、はい、北条池という池で、北条池、放つ、生きる、はい、命ですよね、はい、だから命を大切にするための魚を放したり動物を放したり、その命を大切にする池だっていうのをね、外国の方にもね非常に分かりやすいね、あ、庭園作りだと思いますね。あの外国の方とかじゃなく、もう私でめちゃくちゃ分かりやすいので、本当手入れ大変なんだろうなと思いながら楽しませていただいてます。そうですね、あの何人もの職員が庭園のね、はい、手入ればね、はい、これはもうしっかり毎日してますんで、四季のね折々の時にね一番いい状態を長谷寺の庭園としてね見てもらうために、はい、たくさんの職員がね、はい、関わってますですね、はい、あ、それからこれあの今の一枚の長谷寺が推しているっていう噂の名古屋城のフォトスポットで一枚じゃパシャリ、あ、似てる、本人じゃないですか。お地蔵様に申し訳ありません。もう今風のね、お地蔵様ですけどね、はい、大黒様とね、はい、弁天様、お、ね、こっちがまず大黒堂、大黒堂、大黒様はその名の通り、はい、大黒天ですね、はい、ね、はい、大黒様はお仕事のこととかお金のこととか、あと食べ物とかね、うん、そういうものをね、もたらしてくださる神様ですね。はい、はい、いや本当にそういうこう服が満ち溢れたようなあの太った体がすごく大黒で好きなんですけど、ね、触れますからね。大黒様ね、はい、触り大黒もありますからね。なでなでしてください。はい、で大黒様の向かいには弁天様です。はい、おでこちら弁財天ね。弁財天様。弁天様は、はい、学びの神様であったり、はい、あとまあ財というね、言葉もついてるんで、やっぱりお金をもたらしてくれたりね。ただ、いろんな方が学びの神様、例えば勉強もそうだし、いろんなものを今修行中であったりとか、うん、お仕事がうまくいきますようにというような方の信者さんがとても多いですね。はい、私は結構弁財天様は芸能事っていう意味ではすごく、あ、そうですね、あの信頼しております。まさしくぴったりだ。はい。そうです。期待はしないですが。はい。そう、芸能ごとのね、はい、あの、信者さんもとても多い。こちらにですね、弁財天様の特別なエリアがあるっていうのを。あ、そうですね。はい、弁天様のね、洞窟がありますからね。弁天様の洞窟。洞窟。うわ、出た。暗闇の中に人が吸い込まれています。これね、はい、弁天様の、はい、これは、ホラー穴で、ホラー穴。はい。中繋がってるんですけどね。はい。で、もともとは空海、弘法大師が中で修行をしたというね、言い伝えもある、あの、洞窟ですね。そうですか。はい。祀ったのはいつの頃からかな、この洞窟でね。気がついたら祀られていたという。でも弁財天様ってこう水の神様が発祥でもあるから、あ、そうですね、水が豊かなところには、そうですね、いつの間にか誰かしらが祀りますよね。ここもやっぱりあの後ろは山なので、はい、湧き水も豊富で、はい、あそこのね池の水もね地下水汲み上げたものですよ。あ、そうなんですね。はいはい、もうめっちゃ綺麗じゃないですか、はい、水。それをね組み上げて、はい、この池をね保ってるんです。へー、これはあのたまんないですね。鎌倉に来て実は皆さん見逃してませんかっていう。このね弁天様の洞窟はね、はい、洞窟としては有名なんだけど、弁天様をお祭りしているっていうことはあまり皆さん知らないかもしれませんね。はい、でこの中には弁天様にお仕えする16人の神様、うん、16童子っていうね、はい、神様が一緒に祀られていて、はい、でその16人いらっしゃるわけですから、それぞれの役割があるわけですよ。16人ですもんね、キャラクターが16あったら、そうです、ね、相当のいろんな、ね、個性がありますよね。そうです。で、そこの自分の好きなキャラクターの神様の前にろうそくを奉納するっていうね、ことでね、でそのろうそくの数で人気が分かりますね、時代は変わらず。お酒の神様とか、ね、おー、変わんないんだな。人気ありそうです、ね、ありそう。お酒に強くなる神様が欲しいです、ね、強い肝臓の神様。あとね、やっぱ一番多いのはお金の神様かな。だろうなって思った。
皆さんね、それはね、はいはい、素直な気持ちでね、はい、ろうそくをね、お立てになっている。まあ、はい、16人の神様に対してね、まんべんなくね、お手合わせるお気持ちをね、うん、持って、ね、お参りしていただくのがいいですね。はい、では、そんな神様に出会いに、音も響いたところで、ちょっと、中暗いですけどね、はい、ちょっとね。お願いします。はい。いや、楽しい。なんか、自然と声小さくなりますよね。あ、うわ、そう、これ、小学生の時初めて来て、本当に楽しかったんですよ。冒険だと思って。ね、ここでね、やっぱり子供たちはね、大騒ぎしちゃうんでね、でもね、神様がいらっしゃるんでね、はい、できるだけ静かにね、はい、楽しみましょうというね、しました、そういう感じですね、はい。はい。で、壁にね、こういう神様が彫られていて、長い仏なで、これもね、全財童子、良い行いと、良い行いをすれば財宝がたまる。ああ、ここにもね、俵持って。俵持ってね、いかにも大黒天様みたいな。でこれは計りの神様ね、昔のお話ですね、ちょっとね、昔はやっぱりそういう目方とかね、そういうのが大切なんでしょ。計りの神様、これは服の神様、衣装童子、でこれは文字の神様、あ、これ人気のあるね、主戦童子、本当だ、人気だお酒の神様、酒だるを持ってますね。すごい楽しいですね。私なんとなく入ってしまってました。あ、そうでした。でもここ一人一人ね、こういう風に洞窟の中に水がずっと滴ってて、そこを長い仏さんを、ね、それぞれのね、やっぱりお役目のね、神様ですからね、でこれ人気あるところでね、あ、人気ですね、こんじゃこと混在同時出た財だそんなのも楽しみながらやっぱりね、で、ご本尊の弁天様がいらっしゃいます。すごいですね、この洞窟の世界。なんか異世界みたいです。そしてさらに深いところ。あ、早速、はい、先生、はい、ありがとうございます。いけない。あ、もういいね。頭気をつけてくださいね。はい、これ本当気をつけてください。ね、あ、私もやったんですけど、見てない。すごい。なんだここ、ね、もう真っ暗だからカメラもちゃんと映ってますか。いや、もう映ってないぐらいでいい。ねえ、これはね、小さいお弁天様を奉納することによって、はい、まあ自分の芸事とかね、はい、そういうものが達成されるようにということでね、めちゃめちゃ娘らしい奉納弁財天、はい、ね、奉納弁財、自分のお願い事をここに置いて帰る。そうです、まあ、この洞窟の中でずっと願いが、そうですね、続くという弁天様につながるね、通じるというね。すごい人気、ものすごい数いらっしゃいますよ、ね、これもうスタジアムみたいになってますもん並んでね、ここだけでもう10周ぐらいしたいですぐる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 ね、ぐる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 、ね、でもちゃんとこの洞窟の場合はね、はい、入った時の人数と出る時の人数をちゃんと数えておかないとね、はい、あ、そういう、そういう話でも、あ、出た。でも入った時の人数と出る時の人数がね、一人増えてるとか、はい、ね、ありそう、ね、どなたかがね、うん、やっぱりね、応援してくださる神様がついてきてくださっている、うん、なんていう話も本当にあるかもしれない。あ、かもしれない。ね、あと出た後すごい気持ちいいですね。あ、ラジオ体操。なんちゃんかちゃかちゃ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 。そういう感じですかね。そうですね、朝が来る感じがします。いやー、楽しかったです。ありがとうございます。ね、これは見どころですね。いらっしゃいますね。はい、大黒様と弁天様が、このね、はい、一角にはいらっしゃるんでね、はい、ぜひね、お参りもしっかりお願いいたします。お願いいたします。はい、それでは、上野境内の、はい、上野エリアへ行きたいと思います。はい、はい、ここはお地蔵様の地蔵堂ですね。いや、すごいたくさんのお地蔵様がいらっしゃって、はい、小さいお地蔵様、お花もろうそくもお線香の煙もあれもないですね、いつもここは。お地蔵様は、はい、弱い立場の女性とか子供とか、はい、そういうものをね、守ってくれるお地蔵様ですね、はい、でたくさんね、こういうお地蔵様が多いのは、はい、これはみんな主に水子さんの供養に対しての、はい、みんなご奉納のお地蔵様ですね。そうなんですね、はい、しかしこの数ってことはものすごい昔からそうです、そうです、これでもお焚き上げしてるんですよ、やっぱりね、限られたところなんで、やっぱりお地蔵様の数が、ね、はい、どん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 増えてしまうので、はい、最終的には土に帰るようなね、お焚き上げをね、行っています。長谷寺の水子さんに対しての信仰っていうのはだいぶ昔からね、あって、やっぱり生まれてこられなかった子供を小さくして亡くなった子供という命に対しての皆さんのお気持ちがね、
これ現れだと思いますね。いや実はこのお地蔵様も長谷寺 ではね、うん、大切な役割を果たしています。水子さんに対してのそういう供養の方がたくさんいらっしゃるんで、だからお花も絶えないし、ろうそくも絶えないし、ろうそくなんかね、いっぱい上がりすぎちゃってね、もうね、あの置く場所がないぐらいになっちゃう。だからそれだけあの皆さんね、小さくして亡くなったお子さんに対しての気持ちっていうのがね、すごく伝わってきますね。うん、でも水子さんっていうのは水子というぐらいだから、水のように流れていったけど、はい、すぐに再生されてまた新たな命として生まれ変わるっていうね、そういうのがね、皆さんのお気持ち伝わってもらいたいなと思うんですよ。そうですね。そう。もうね、見てる方にも届いていただけたらと思います。はい。はい、いや、ここはでも静かにね、そうですね、だから手を合わせる、ね。そうです、そうです。そうです。はい、長谷寺はね、海も見えたり、大きな観音様もいらっしゃって、観光スポットとしてね、はい、有名だけど、はい、やっぱりね、お寺としての役割っていうのがあって、信仰ね、供養に対してのそういうお気持ち、やっぱり私たちも忘れずにね、うん、あの、いたいなというね、はい、そういう感じで日々をね過ごしております。観光でね、楽しくて万歳、嬉しい、綺麗綺麗、さよならじゃなくてね、はい、やっぱりその根底にあるのは観音様への信仰、お地蔵様への信仰ってあってね、その上にね、観光というものが成り立ってるんだって ね、そういうお気持ちを忘れずにね、はい、皆さんにねお参りしていただきたいなって、ね、はい、思っています。信仰があるから観光に来ても癒される、楽しいっていう思い出が生まれるって私は思います。そうですね、はい。そこで、では、その信仰の要となる。で、観音様ね。はい。上の階段登ってまいりまして、こちら、御本堂でございます。観音堂とも。そうですね、観音堂ですね。観音堂ですね、はい。長谷寺の本堂。ババンと。宗教法人上の本堂ですね、まさに。宗教法人上の本堂。すごく、手続き的な響きになりましたけども。実は普段は撮影禁止ですし、お話もね、静かにっていうエリアなんですけども、今日は特別に。はい、どうぞ。はい、お参りしてください。いや、そう、皆さんやっぱ景色を見にわーっと行っちゃうんですけど、まさかそうとしてもね、海がね綺麗に見えてわーって言ってね、はい、観音様素通りなんていうねこともよくありますよね、はい、本来であれば一番最初にね、あのご挨拶を、ね、していただきたい場所ですね、はい、お願いします。まあ、御仏さんもよくご存知の十一面観音、はい、頭の上に十一のお顔があってね、私たちを見守ってくださる観音様ですよ。いやー、本当に今日も美しい。9メートルの観音様で、でも1本の木から2体の観音様で、はい、まあ、奈良のね、長谷寺さんの観音様はあと1メートル大きい。10メートル超え。そうです、そうです。こっちはやっぱりちょっとね、遠慮してね。遠慮して、ね。あの、ちょっと小さく。綺麗で迫力があって、はっっていうこの心が一瞬ふわって無になるような、解放されるような感覚。ね、その時の自分の心の状態というかね、はい、それが反映されたね、あの気持ちですよね、はい、すごい場所まで上げていただきました。はい、この絵すごい強いですよ今。観音様をね、背にして。背にしてお話しさせていただくという、ね、こちらが初めご説明あった1300年前に大和の長谷寺から誰かを救うためにどこかへたどり着け、でドボーンって流して、鎌倉まではるばるたどり着いた。観音様です。観音様、いや、この巨大なお体、ね、よくぞいらっしゃってくださった。そうですね、ありがたいですよね。観音様のね、ご利益というのは、身代わりになってくださるというのが、ご利益の一つであるあって、はい、やっぱり悪いことが自分に降りかかる前に観音様が自ら自分で身代わってくださる、はい、そういう身代わりの観音様として有名ですね。いろんな実はじゃあ本当はあるべき災難を身代わってくださってたかもしれないですね。そうです、降りかからないように観音様がしてくださっている、はい、特に長谷寺さん、私が思うに今縁結びと言いますか、いろんな人を出会わせてくれるなって思うんですけど、いかがですか。観音様の場合はお気持ちに沿ってくれる、だから御仏さんがそういうふうに感じてるってことは縁結びしたいってことか、うん、自分の心がすごくそれを欲している、はい、求めているというのが、はい、だって観音様のおそばにいると、はい、まあ自分が素になれるっていうか、はい、自分の本当の気持ちを観音様にお伝えできるような、
そういう気持ちになりますよね。なります。では例えばその誰か一人のことを思ったいって言ったら、そういう方の心にも寄り添ってくださるし、そうですね、はい、もう仕事、病気のこと、お金のこと、体のこと、何でも自分の思うことに寄り添ってくださる。そうです。優しい観音様は、それぞれお参りをした方の心を読み取って、はい、一番いい形の観音様はね、授け物をね、いただけると思いますね。よく上まで見るとお顔が11面乗っていらっしゃる。11面観音様、頭の上に11の顔ね、頭の上が、はい、うん、こちらは11の顔で、じゃあ我々それぞれにってことですかね。そうですね。いろんな表情のお顔があるんだけど、はい、例えばちょっとずるいこと、悪そうな、ね、ことを考えている人には怒った顔の観音様がね、こら、うん、それではいけないというね、11の頭の観音様、それぞれねご担当があるんで、今ね一番後ろから見えない大きく笑った大正面というお顔があるでしょ、はい、ね、私は役得で大正面のお顔で見たことありますから、約束で上に登ってね、上登れるんですか、そうそうそう、すす払いをね、はい、定期的にするんでね、上に、そう、足場を立てて、はい、上に登って、後ろもね、直接やっぱり見ることもね、あるんで、ついてるんですね、いらっしゃいます。どういう笑顔ですか。お笑いしたお顔、くよくよしてるから大正面、自分を笑って励ましてくれる。そう、だからこんなことでね、くよくよするなよっていうお顔を、私は思い浮かべるとちょっと元気になりますよね。だからその人に合った観音様ですよ。それぞれの顔がついていらっしゃるのがそういう意味。この大きさの観音様にね、ここまで登ってきてバーンとお会いすると、嫌顔でも出ます、素が。そうですよね、もう嘘つけないです、この肩を前にしたら。素直にして観音様のお顔を見上げればね、はい、どなたでもね、観音様とそのコミュニケーションというかね、うん、心が通じると思いますよ。心が通じます、はい、ありがたい、本当に。ぜひ、あの、長谷寺様来たら、もう絶対に間違いなく、ここは、もう、忘れて帰ってしまう人も中にはね、いらっしゃるので、絶対に、こちら中まで入ってきてください。お願いします。はい、続いてこちらの大きな阿弥陀様のいらっしゃるお堂に来ました。これがね、はい、源頼朝が、自分の健康を願って、はい、お作りになった、お建てになったという阿弥陀様ですね。あ、靴脱いで上がらせていただけるんですね。そうそうそう、鎌倉の中でこれだけ大きな仏様に近くまで行って手を合わせられるところっていうのはなかなかないと思います。なかなかないですね、はい、42歳の時に健康を記念して願って建てたというね、厄除けの阿弥陀様という。厄除けの、はい、なるほど。こちらにも阿弥陀如来堂ということで、いや、ぜひこちらもお見逃しなくですね、頼朝の歴史があるなんて。そうですね、まあ、鎌倉幕府にとって長谷寺もやっぱりすごくね、うん、関係の深いねお寺であったという証だと思いますね、うん、そしてですね、この梵鐘の右手にですね、何やらもうすごいオーラを放っているこのエリア、柿柄ですよ、柿の貝殻に、これ絵馬ですね、ね、絵馬と同じですね、柿柄稲荷大明神、はい、はい、柿の絵も入ってて、中に 貝のね形をしたというのかな、はい、がご本尊がねいらっしゃって、はい、ユニークですね。そうですね、こんな、私実はですね、あのとあるクイズ番組で長谷寺に伝わる、あの海から伝来したという、観音様ゆかりの絵馬は何でしょう、柿柄もしくは昆布、本当に考えました、神奈川県で柿は取れない、じゃあ昆布だ、アウト、アウト、大間違いということで、私は謝罪の絵馬をこちらに奉納しました。後日来て、間違いですいませんでしたという。いや、まさかこんなね、大量の柿柄がこの人気をね、そうですね、表してますけど。観音様がね、大阪のあたりから流されたって言うんですよね、はい。で、15年かかって三浦半島に流れ着いた。で、その15年かかっている間に、観音様の体をプロテクト。はい、守るために柿殻がいっぱいついたって言うんですよ、だから観音様が傷まずに流れ着いたんではないかと思うんですよね、はい、観音様は木だから、はい、それは 木がね、やっぱり水にはね、よくないから、はい、でやっぱり傷んでしまうところを、あ、観音様が流れてきたって言って、多分貝たちが、あ、観音様、観音様そういう感じでしょうかねすごい話しすぎちゃって、なんかもう本当、なんていうか、あの長谷寺は本当にそういうワンダフルワールドなんだなっていうのが
伝わってきますが、だからそういう私は史実なのか伝説なのかはさておき、うん、そういう話が生まれているということは事実なので、その遥か昔からね、この柿殻稲荷っていうものがね言われてたかどうかわからない。でも伝説として観音様を守った会がでこれだけお祭りされてるっていうのはね、人間の命の大切さっていうものがとてもよくわかる。はい、貝も命があって、その観音様の体を守んなきゃいけないって、観音様の体中に貝がババ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 ってくっついて15年プカ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 ね守って横須賀に流れ着いたわけですからね。はい、そういうあのその命を象徴するような私はお話だなと思ってね、この柿殻もね。はい、ただ私は柿殻稲荷を見落としていたという過去は消せませんので一生覚えます、ね、これからこれからもね、はい、もう長谷寺に来るたんびに、はい、柿殻稲荷はしっかり手合わせてもらって、はい、ね、懺悔してもらって懺悔して、はい、じゃあぜひこちらもお見逃しなくという場所でした。めちゃくちゃ人気です。いやー、いろいろと巡ってありがとうございました。はい、ご苦労様でございました。と基本的な長谷寺のお参りはあとはこの景色を楽しめば。そうですね、いやー楽しかったあとちょっと一個お伝えしたいのは、こちらに見えるカフェがあるとかね、紫陽花の道があるとか、ね、まだまだ、ね、まだありますから、ここはまた来ての楽しみで。そうですね、このカフェではね、はい、あのお寺のカレーって言ってね、はい、まあ精進的なカレーをね、はい、食べることができるんでね、なかなかねスパイシーなカレーだけど、お寺のコンセプトにはぴったりですよね、うん、動物性タンパクとかを排除したね野菜中心のねお寺のカレー、これをねぜひね食べていただければね、はい、いいと思いますね、はい、ちなみにそれを考案なさった方のうちの一人の武藤さんという僧侶はこの後コラボ動画でもご登場なさるので、はい、アイデアマンですからね。アイデアマンですね。そうですということで、もう本当にまだまだ見どころたくさんですね。そうですね、ぜひね、はい、長谷寺に来て、はい、まずはお参りね、はい、たくさんのね神様仏様がたくさんいらっしゃるんで、はい、皆さんにお参りして、まあいいんだけどね、いいんだけどね、そう最初にここに走ってきて、ああ、いや嬉しい嬉しい、で帰りにしっかりお参りもね、はい、あのぜひねしていただければよろしいと思います、はい、この海を見たくて来る方もたくさんいらっしゃいますよ、うん、この景色は本当にもう宝物のような景色ですよね、国宝。そうですね気持ちいい。鎌倉幕府の中心は八幡様だから、八幡様からはちょっと離れてるけど、このいい場所に長谷寺がね置かれていていたっていうのは、はい、やっぱりこの観音様の力が大きかったんでしょうね。なるほど、うん、この土地を守り、この土地にいるという意味が大きかった。そうですね、じゃあ本当に一日ぐるっと巡ってまいりましたけども、この動画をもとに長谷寺様のお参りお楽しみくださいませ。美坂さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。どうぞ皆さんもお待ち申し上げております。では引き続き長谷寺コラボの動画をお楽しみくださいませ。最後にあの合言葉。合言葉、はい。観音様のおかげです。あ、はい。はい。観音様のおかげです。ありがとうございました。